日々思うことを語る今日の一言今日は朝から一日稽古日でした今月は新しく入門なさった方が二人います一人はまだ保育園に行ってる小さいお子さんもう一方は大人の方で趣味で始めたいと言って見えてる方二人とも一生懸命楽しそうにお稽古をしている そのお稽古をしながらふと思ったのはこの前の「日本舞踊の扉」という催しに来てくださった親子連れの方その方はそもそもがお子さんが戦国時代に興味がある信長に興味があるで私が今度日本舞踊の可能性で上演する信長という作品それに興味を持ってくださってで親御さんはそういうものをやはりお子さんにしっかりしたものを見せたいと。 そうおっっしゃっているそこでこの「扉公演」というのも、うん、こういうのがありますよっておすすめしたら親子連れで見に来てくださいましたで帰りがけにお話聞いたらまあとても面白かったとそのお子さんのお友達あるいはご自分のお友達でお子さんがいる方々にこの日本の文化というものをしっかりやっぱり見せたいだから子ども向けの公演もしてほしいのであると。 そんなおお話をとてても熱く語ってお帰りりにななました。そんなことを思い出しながらあやっぱりこれからの日本を担う新しい世代次の世代のお子さん方にちゃんとこの日本の伝統文化というものを知ってもらう理解してもらうそういう活動というのもとても大事だなそういうこともちゃんとしていかないといけないなっていうことを今日も稽古をしながら 思っていました。では、また。